こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今日はですね、僕がメインで使っていますこのドレイクのリロードというねバインディングをご紹介したいと思います。はい、僕がね、実際今ね、グランドトリックは結構中心に滑りながらカービングを楽しんだりだとか、山全体を地形で遊んだりだとか、まあ、北海道の、ね、パウダーも滑りながら、いろんな滑りをしています。でその中でもうお気に入りの1台がこのリロードです。はい、まず僕の滑りに合わせてすごく、サポートしてくれる機能としてはこのヒールカップ、ここがまず一つのポイントです。見逃しがちなこのヒールカップなんですが、この部分が実は金属なんですよね。はい、金属、はい、軽量アルミ使ってます。なのでこの部分がしっかりとホールドしてくれる、しっかりと板に力をダイレクトに伝えてくれるっていうのはこのメタルのヒールカップ、この部分がまず一つ大切なポイントになります。次にヒールカップが硬くてハイバックも硬いと足首が動かなくなってしまうので、ヒールカップはしっかりしていながらこのハイバックはギュッとギュッギュッとね、こうやってねじれるハイバックを使用しています。そうすることでグランドトリックや膝を入れたフリーランをするときにしっかりと膝を使えるようになってくるので、このハイバックが自分の滑りには、ね、合わせてすごくいい機能になっています。でさらにこれかかと側から攻めていくと、このカント機能なんですけど見てくださいね、はい、こっちが厚くてこっちが薄いの分かると思うんですが、カントがあることでしっかりと板を踏むことができます。どういうことかというと、基本的に、スノーボードとかで、ね、ダックスタンスでつけますよね。ダックスタンスにしてぐっと膝を曲げていくと力がこう外に逃げやすくなります。外に逃げやすくなってくると力が逃げるので板を踏めなかったりとか、本来ぐっとね体の軸を中心に寄せて滑った方が滑りやすいんですが、ガニ股になることで軸が不安定になってしまって滑りづらくなります。そこをカント機能がこの小指側が高くなっているので、ギューッと自然に板をしっかりと踏める、膝の位置が内側に入っていって力が伝わる綺麗な体の軸っていうのを、保てるようになってきます。はい、そこがまずこのカント機能です。はい、でこのカント機能、次ですね、おすすめポイントはこのねヒールカップの可動です。ヒールカップの可動、これどういうことかというと、見えるかな、この部分に、はい、ヒールカップを動かすカチャカチャってロックがついてます。でこのロックを外すとこのヒールカップがね動きます。ギュッと見えますかね、動いてますね。はい、この部分が伸びるんですね。伸びながらセンタリングといって、金具の位置を板の中心に合わせることができるようになります。ベースの位置が移動するんではなくて、ベースの位置はもともと真ん中につけながらかかとの位置を移動して自分の足を微調整、位置をね微調整することができるので、きれいにセンターに乗ることができるようになります。さらにそれによってこのねディスクってね、この裏に丸いの入ってますよね、丸いの板に取り付けるネジ穴つけるとこ、そこの部分を自由に使えるので、板に対してこういうふうにしっかりと微調整しながら足のスタンスの幅を選ぶことができるんですよね。なのでインサートホール、板についている取り付け穴に左右されることなく細かいセッティングが可能となります。そうするとね、自分の買った板、自分の好きなスタンスにつけれない場合でもこのビンディングであればピタッと足を、ね、取り付けることができますので、スタンスで悩む必要もなくなります。はい、あとは今の定番のこのキャップストラップ機能ね、ついてます。もちろんこれが足のつま先の部分を包み込むように固定してくれますので、そうすることで足を上からね固定するだけじゃなく前からも固定してくれるので、しっかりとブーツがかかと側にフィットするようになります。そうすることでブーツがかかとの中で動くことを防止して、しっかりと力が伝わって動きをね保ってくれるようになります。ではこのねストラップのこの部分がもちもちした柔らかい素材になっているので、足首への食い込みを防止してくれます。膝をぐっと曲げたときはしっかりと力が伝わるようになっていますので、こちらの方はすごく滑り心地が良くなってますので、一度試してもらえると嬉しいなと思います。はい、それでは今回ねこのご紹介したリロード、色はこれね、まずイエローですね、イエロー、はい、とグレー、これかっこいいです、とブラックです、ブラックです、はい、とオレンジ、これ目立ちます、これ結構おすすめですね、いいですね、はい、流行りのオレンジです。
の4色展開になってますので、自分の板のねグラフィックに合わせて派手なねバインディングを使ってしっかり目立つのもありですし、ダークカラーをね選んでシックに決めるのもありだと思いますので、自分の好みで選んでみてください。では今回ですね、僕のメインで使ってますこのドレイクのリロード、おすすめのバインディングでした。ありがとうございました。